ナポレオン二世、ナポレオン・フランソワ・シャルル・ジョゼフ・ボナッパルト、1811年3月20日から1832年7月22日は、ナポレオン一世の着男、長男ではないで、フランス帝国の皇太子、ローマ王。第一帝政の皇帝としては、ナポレオン二世、オーストリア宮廷では、ライヒシュタット皇爵、フランツ、として知られた。世の死により、 ナポレオン一世の直径は耐えたとされている。ナポレオン三世は、ナポレオン一世の老いであり、二世の子ではない。1811年3月20日、フランス皇帝ナポレオン一世と、ハプスブルクロートリンゲン家のマリー・ルイーズ、マリア・ルイーゼ皇后の間に生まれた。生まれて、すぐの6月9日に、ローマ王とされた。1814年4月6日に、ナポレオン一世が、 フォンテーヌブロー宮殿で退位すると母、マリール・ルイーズと共に5月21日にオーストリアに帰国した。フランソワはナポレオンの残党による誘拐を恐れたクレメンス・フォン・メッテルにヒによってほとんど監禁同然の身になった。1815年に福井したナポレオン一世とフーシェから後継者として指名され、叔父のルシアンによって議会上院に採択される。 この措置によって一時的ではあるが、フランスワの即位は公的なものとなった。6月22日から7月7日まで、ナポレオン二世は名目上のフランス皇帝であった。1816年3月7日に、母、マリアル・イーゼがパルマ公国の統治を任され、パルマへと旅立っていった。その後、彼の生活は一変し、フランス語を話したり、 フランス語の本を読むことを禁じられ、ドイツ語を学習することを強制された。1817年5月1日に、マリアルイーゼは、ナイペルク伯爵、アダム・アルベルトの娘、アルベルティーヌを出産し、ウィーンでのフランツとの面会の約束を破ってしまった。母親に約束を破られた、彼は、この時大変に悲しんだという。マリアルイーゼが重い腰を上げ、フランツに会いに行ったのは、 それから2年も経った1818 18年の7月だった。それからパルマに戻ったマリアルイーゼは、1819年8月9日には、ナイペルク伯爵の息子のギオームを産み、また彼との面の約束を破った。その後、ロシア皇帝アレクサンドル一世が、フランツの元を訪れたことがあり、その時、綺麗で賢く、好感の持てる、なかなか良い少年ではないかと言ったという。 1821年5月5日、幼い時に別れたまま一度も再会することがなかった。父ナポレオン一世がセントヘレナ島で死去した。父の死を知ったフランツは椅子に身を投げ出し泣いたという。1822年の8月15日に、マリアル・イーゼは再びナイペルク伯爵の娘を出産し、9月上旬には正式にナイペルク伯爵と結婚した。 この年と1825年にマリアル・イーゼはナイペルク伯爵の子供を出産。この間にウィンにいるフランツに会いに行ったのはたったの1回だった。母がナイペルク伯と結婚した頃からフランツはと呼ばれることになった。彼は歴史に熱中するようになっていた。ライシスタット公爵はフランス語に対する愛着を持ち続けた。それまでドイツ語による ナポレオン中将に囲まれながら育ってきたライヒシュタット公爵は父の真の姿を知りたいと思いフランス語を中夜熱心に学んだライヒシュタット公爵は宮殿内の図書館に入り込んではフランス語の本を貪るように読んだ父のブカラスカスが発表したセントヘルナ島の記録もモントロン伯爵の回想録も彼を感動で包んだライヒシュタット公は父ナポレオン一世が 常々、オーストリア人たちが言っているような、ヨーロッパの平和を生み出した罪人ではなく、偉大な英雄であったことを知った。ライヒシュタット公爵はこれ以降、父のことを深く尊敬し、強く憧れるようになった。結核にかかったのもこの頃だった。少しでも父に近づきたいと思った、ライヒシュタット公爵は、体幹訓練などの猛烈な軍事訓練に励むようになり、 このことが病気を悪化させてしまったと言われている。そんな日々の中で、ライヒシュタット公爵は、母、マリアルイーゼが、父の存命中、秘密のうちに、ナイペルク伯爵との子供のアルベルティーヌとギオームを、出産していたことを知った。しかし、ただ一人の親となった母親の愛を失いたくないと、知らないふりをし、前にも増して、マリアルイーゼに宛てて、優しい手紙を書いた。 しかし、この事実を知った、ライヒシュタット公爵の衝撃と、母の軽率さに対する憲悪は強く、後に、母は父にふさわしくなかったと書き残している。そのうち、ライヒシュタット公爵は、プロケッシュという、オーストリア人の青年に出会う。彼は、ワーテルロー戦記という著書の中で、徹底的に、ナポレオン一世を擁護していた。ライヒシュタット公爵は感激し、 それから二人は親友になった。その後、1832年7月21日に、プロケッシュは、ローマにいた、ライヒシュタット公爵の祖母マリア・レティツヤのもとを訪れた。そして彼は、ライヒシュタット公爵は、ナポレオン一世の息子にふさわく、立派に成長していると話して聞かせた。この話を聞いたレティツヤは喜び、あの子に、父の意志のすべてを尊重するようにと伝えてください。 いつか、あの子の時代が来るでしょう。あの子は、フランスの玉座に登ることでしょうと言った。しかしその同じ日、ライヒシュタット公爵は、病の床に伏していた。教育係であるディートリヒシュタインの再三にわたる、単眼の手紙で、やっとウィンに来たマリアルイーゼも、やつれ果てた息子の姿を見ると、さすがに、両親の過酌にさいまれた。うとうととしていた。 ライヒシュタット公爵は、馬の用意をしろ。父の前方を行かなければならないのだと突然叫んだ。翌1832年7月22日、ライヒシュタット公爵は21歳という若さで死去し、ハプスブルク家の墓地であるカプツィーナー納骨堂に葬られた。妻子なく、ナポレオン一世の直系は途絶えたとされている。 死から百年と少し経った1940年12月15日、棺がウィーンから父ナポレオン一世が眠るパリのホテルでザンバリートへ移され、その地下墓所に改装された。この命令を出したのはナポレオンを敬愛していたドイツ総統アドルフ・ヒトラーだった。ヒトラーの率いるドイツが当時オーストリアを併合していたこと、フランスを占領していたことにより実現した。棺は 現在も父親の傍らにある。幼少の頃に父母と別れ、家庭的には不幸と言える境遇にあった一方、母方の実家ハプスブルクロートリンゲン家の人々は、父ナポレオン一世については否定的であったものの、ライヒシュタット公爵自身には友好的に接した。外祖父フランツ一世は、ライヒシュタット公爵のために、オーストリア軍の軍服を与え、 執務中そばで遊ぶことを許したこともあった。また、ギリノーは、ゾフィー大公妃とは、仲が良く、重廷にあたるマクシミリアンが誕生した際には、ライヒシュタット公爵とゾフィーの不倫が噂されるほどで、あった。なお、マクシミリアンが、ライヒシュタット公爵の隠し子であった場合、マクシミリアンは、ナポレオン一世の孫、フランツ一世の彦になり、 ナポレオン一世直径の地筋はマクシメリアンが処刑され1867年まで存続したことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。